2024年4月7日日曜日です。はい、2024年4月7日日曜日です。ここはですね、山梨県北杜市にある、山高神代桜というですね、日本三大桜とか、いろいろこう三大といっても五代七代っていうふうにあるんですが、この関東甲信越ではですね、有名な桜の名所にやってきました。この週末がですね、この関東甲信越一帯は満開に今ちょうどなっているといった具合ですし、思ったより道は混んでなかったので、スムーズに入ってくることができました。で、今日はですね、もともと予報があんまり良くなかったんですけども、今ちょうど夕方の4時を回ったところなんですが、気温がですね、23度あります。かなり暑い、1日でした。で、早速ですね、今これ駐車場にいますので、その桜の様子ですね、過去に私は、岐阜ですかね、ネオダニの、薄墨桜という桜と、あと福島のですね、三春にある有名なあの三大桜のうちの一つの桜を見てますので、今日はですね、この山梨の、山高神代桜を見ればですね、三大制覇ということで、非常に楽しみにしております。では早速行きます。駐車場はですね、こんな感じで、近隣の人の家の庭先とかも止められるようなんですが、ここは1台400円でした。ちょっと入るまでに、車が混み合って渋滞はしてましたけど、さほどストレスなく、入ることができました。
はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。日本三大桜の一つ神代桜、いかがだったでしょうか。ちょっと人がたくさんいたので、最後後付けでの総括とさせていただきます。日本最初のですね、国の天然記念物第1号でもある、このメインのですね、神代桜、まあ、園内はですね無料で入ることもできましたし、満開の時期はですね、ちょうど、まあ、4月の7日はまあ、いい頃だったんですが、山梨県の、まあ、中腹部ではあるんですが、朝晩は割と、気温がこう下がるところでもありますので、暖かい場所よりは、満開の時期がちょっと長めなのかなというふうにも思いますので、次のですね、まあ、今週になるんですが4月13、14の週末でも楽しめるんじゃないかなというふうにも思っています。で、場所がですね、車があれば一番簡単に行くことはできるんですけれども、もし公共交通機関を利用されていく場合はですね、一番最寄りは中央線の日の春駅という駅がですね、甲府竜王韮崎の、もうちょっとこう諏訪寄りになるんですけれども、その日の春駅からであれば、タクシーで、約15分2000円。これ今ちょっとホームページ見て喋ってますけども、もしくはですね、韮崎の駅からですね、バスで25分。これだと750円ぐらいで来られるみたいです。まあ、車じゃなくて、まあ、交通機関利用されて来てる方もいらっしゃいましたし、こう、時間によってはですね、駐車場も少し混み合うのかなと思いますので、電車とバスで、来られても、もちろん楽しむことができる場所だというふうに思います。またですね、ちょっと時期ずれて、この動画をご覧になられてる方はですね、ぜひまた次の、桜のシーズンに、来てみてはいかがでしょうかといった具合で、では、本日の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。今回のですね、動画の高評価、並びにチャンネル登録お待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。